ララポートですね、ここは。はい、久々にね、船橋のね、ララポートに来ました。ということで、ちょっとね、お買い物していきたいと思います。今日は道が混んでました。雨だからだけなのかな、わかんないけど、ほんと混んでたね。やばかったね。ミミちゃん、ちょっとじゃあフライングタイガーでなんか欲しいものあったよね。じゃあ見に行こっか。行きましょう。クリスマスだね。ねえ、めっちゃ可愛い。サンタクスいっぱい。可愛いお皿とかもね。ね、すごい可愛い。クリスマスいいね、やっぱね。雰囲気がいいね、ワクワクするね。あ、これカレンダーじゃない。あ、これちっちゃいのもリミちゃん、これクマさんの。これなんだろう。あ、かわいいじゃん。こんなのあるんだね。自分で入れるやつ。自分で入れるのこれ。楽しそうだね。自分で作って開けていくの。うん、こんなの売ってるんだね。すごい。見て、このコップかわいいよ。お前くらい、これ何それ。クレーンゲーム。あ、クレーンゲーム。雨のクレーン、クレーンゲーム。雨も入ってんの。わからない。へー、なんかこのコップかわいい。かわいいね。ごめんね、中身が見えないね。でもタピオカだね。これでした。リミが欲しかったもの、鉛筆。このなんかここがキラキラしてて、木のところが黒いんだよね、リミちゃん。これずっとね、欲しかったんだよね。そうね、全く同じもの使ってた。そう、しほちゃんが使ってたのをリミちゃんがもらって、リミがこれね、気に入っちゃったの。でね、もっと欲しいって言っててね、今度じゃあフライングタイガー来た時買おうって言ってたんだよね。思い出した、すっきり。よかったね。じゃあこれ買って帰ろう。あれ、これ、これも買うよ。なんかちゃっかり持ってるけど、これも。ブタちゃんも。あ、そっか、このブタちゃん持ってるから、これも欲しいの。うん、クリスマスね。はいはいはい。今日もね、これ使ってないから買う。しーちゃんもそれ気に入ったの。気に入ってるの、今ちょうど使ってんの。あ、そうなんだ。2人ともじゃあ使ってたんだね。リミ使ってたのがこれ、今。リミ、これなんか1本使ってて、これ欲しいって言われたの。これどこで買ったのって言われて、そう、フライングタイガーだよって言って、そうだから今日ここ来たの。六本木はずっとね、これも。うん、よかった。じゃあ鉛筆買おう。これは何、持ってた。持ってたんだけど、なくなっちゃった。なくなっちゃったの。だから買う。うん、いいよ。これ前買った。そうだね。しほちゃん、何それ。パパが勧めてくれたやつ。何これ。だが甘くなるでしょ。そうなの。これ声が中で響いてる。へえ、面白い。いくらするのこれ。300円。練習する。しほちゃん、よく最近お風呂で歌ってるからね。色鉛筆？はい、うん、可愛くない？うん、じゃあちょっと、じゃあカゴ持ってこよう。あ、パパが持ってきてくれた。ありがとう。これね、だんだん増えていくよね。鉛筆だけのつもりがね。だよね。うん。じゃあ購入品はまたね、別の動画でね、出したいと思います。レッド。もうクリスマスだね、みんな。かわいい。ガーマンパパ。うん。かわいい。うん、なんか。マリオに、なんかホワイトチョコみたいなのかかってる。いや、しーちゃん最高じゃん、これ。ホワイトチョコレートケーキ。やば。見て見て見て、チョコレートもあるんだけど、やばくない？本当にやばいんだけど、どっちどうしよう。リミに相談したら絶対チョコって言われるよ。あ、そっか。うん、ちょっと相談してね。すごくない、これ。何これ。シフォンパクトスライターだった。こうやって普通にこうできる。あー、すごい。髪のためのタオルだけ。ヘアグッズだね。これ持ってるよね、ママ。うん、バラさないで。そう、ママはね、そう、メイベリンのこのフィットミーね、好きなんです。これメイベリンのこれが入ってるっぽい。いいな、欲しい今。
あ、でもロレアルの、ロレアルのね、ファンデーションもね、好き。そうなの。そう、見て、ロレアルのさ、ケチ粒に入ってるのこれ。入ってるね。へぇ、2000円。これとこれだ。あ、これが入ってるんだ。これもお得かも。日本がこれじゃない？うん、リップ日本となんだっけ、これライン、なんとかライン、なんだ。あ、レブロンのラッキーバッグだって。いろんなもの売ってんだね。ね、あ、エクセルあるんだが、エクセルのアイシャドウ欲しいよね。いいよね。みーちゃんはまだこれからだね。オペラってこの化粧品な。オペラ、オペラ、オペラの気分に。かわいい。これ使えるじゃん。うん、ママこれ使えるよ。クリオもこのキラキラもね、かわいいよね。かわいい、いいね、ママっぽい。マスク、あっ、トキメリファさんだな。声を置く舞台用パーラーだって。今度これ気になるね。なるね。これならうまく上がるんじゃない、まつげ。上がるかな。うん、試してみる価値ありそうだね。あるね。うん、はい、じゃあね、見ました。はい、行きます。蝶々のネックレス。可愛くない？可愛いね。ね。派手だけど。ね。可愛い。すごいね。やっぱブラックフライデーセールやばい。ね。やばい、やばいね。70%オフ。え？何すごい。50%オフ。うん？で、分かった。取ってて何？待っててだよ。多分。あ、間違えた、マって書いてある。ねえ、やばくない？これほら、70%オフだよ。ほんとこれ買う、マジで。ここやばいね、みんなそうなの？あ、ちょっとごめん、しーちゃん、これやばくない？みんな値引き。あ、これも 50% オフだよ。やば、安い。やばいね。え、じゃあ、ほんと紫ね。あ、サイズあるの？これかわいいです、これ、うん、150。いいね、ピンクラテにコスメとかもあるのね。すごいよね。こんな感じで、初めて、なんかじっくりままゆっくり見れないからね、いつもバタバタしてるから ね。やばい、50%オフ。かわいい。今ベルト付き。この子が着てる。このくらいで高く。やば。パパかな。パパ？違かった。あ、見て、しーちゃん。ブラックプライス960円だって。やば。かわいい。え、やばくない？ワゴンセール。これで960円だよ。可愛くない？可愛い。これ好きそうだね、上ね。上と下、ほんとやばいわ。やばいわ。これ可愛くない？可愛い。でもちょっとさ、これ薄くない？めっちゃ可愛いんだけど。なんでこん
なに可愛いのが960円なの？ブラックフライデーだから。ブラックプライスだ。この辺はスライム。真似してんの。せーの。ここプチってなったらここプチってなる。うん、プーさんだね。スライムサプライズ。これ知ってるか。はい。また本屋さん。うんちくん。これうんちくん。ペヤングパーティー。一人で食べようとしないでやるので。本当だ。超辛い。ああ。今これペヤング作れるやつ。こちら。ペヤング専用のあ、ほらお鍋。作る。でもこれ高い。3000円ぐらい。何飲んでるんですか？午後の紅茶、ミルク。開いた。リミ登場。ご飯です。美味しそうですよ。美味しい。どれ？え、パパパパ早っ。美味しそうですね。でしょ、うん、お寿司もね、あとローストビーフもあるみたいです。リミちゃん食べてますか？リミちゃんお寿司食べちゃった。ペロリ。美味しかった？おう、ね、トイレでコンビニに寄りました。はい、ということで、もう早速、それ何？男子のチョコレート。チョコレート見せてください。ミルクチョコレート。チョコレート。はい。あとなんかちょっと気になったのがね、あって、これチップスターのポテトチップスにチョコがかかってるやつ。ホワイトチョコ。ホワイトチョコね。しおちゃんホワイトチョコの方が実は好きなんだよね。こんな感じです。美味しそう。気になってしょうがないから、じゃあ味見してみますか。入った反対面をこうして、うん、開けてください。いや美味しそう。あ、美味しそう。見てすごい。もうすごいね。おいしそう。もう一枚ちょうだい。うまっ。え？めっちゃうまい。うん。メルト。今一個もらう？うん。チョコだ。甘じょっぱい。うん、甘じょっぱい。これ北海道にあったよね。うん、このポテト、ポテチにさ、チョコついてるやつ。あ、よかった。なんだっけ、おいしい。なんていうやつだっけ、有名なの、忘れちゃったと。おいしい。おいしいね、甘じょっぱい。うん、おいしい。うん、上手。チョコもあったよね、普通の、うん、ホワイトチョコじゃないバージョン。うん、おいしいね、うん、満足。グミ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 ペア、サンジーだおやつだ。